杉先生、今回ご参加いただきましてありがとうございます。あの先生がいつも作品を作る上でですね、あのなんか思いを教えていただきたいんですけれども。昔の布を大切に扱うっていうことと、それから昔の人の作られた知恵っていうのかね、そういうものを大事にしていきたいなと。それと自分の、あの自分なりの工夫をね、そこの中に入れたいなとは思っております。あの伝承の技ということで、伝承の技ということで、はい、先生がいろいろ伝えてらっしゃることっていうのが、やはりその布がやはりかなりあの影響してるんでしょうか。布はやっぱり影響してると思いますよね。それから、まあ、伝承っていうのはその中に昔の人の知恵がたくさん入ってますですよね。でそれをやっぱり大切にしたいなと思ってます。今回あの新聞社の方がこの、椿を非常に興味持たれたんですが、これの何か先生説明をお願いしたいんですが、あの椿の切りばみの椿がございますよね。あれにあの皆さん興味持たれたと思いますけども、あの切りばみ細工の技法というのはもう今は廃れてしまって、で昔は花嫁修行の一つで切りばみで作った袋を持ってお嫁に行くのがあの風習やったそうです。でその腕前を披露するということがあったんですけれども、今はもういろいろな模様が染料でできるわけですから、そんなこともしなくなりましたですけども、まああのちょっとした布も大切に使いしてますもんですから、でこの椿の元をもうあのよそから譲られたものですので大切にし、それから90いくつのおばあさんがお嫁さんに、なんていうんですか、まあ、通訳っていうのか、はいはい、それをしてもらいながらあの寝ていらっしゃるのを起こしていただいて、で私がその技法を教えていただいたわけです。だから養鶏切り紙細工にはそのおばあさんの思いがこもってるもんですから、やりたいなと思うのと、今はもうそんなに無理してしなくてもいいんじゃないかとは思いますけれども、それともう一つは椿にちょっと私があの百珍っていう百珍店っていうのが昔ございましたので、それに興味を持って、それで自分でも作れるんじゃないかというので、あの椿を作って、大型百珍に近くなりました。で先日も百珍の、図録が、展示されましたので、それを、まあ、見に行ったり、で自分でもいろいろ椿を作ってみたり、珍しい椿があると聞いたらいろいろなところへ、その花をもらいに行ったりして、そして自分で作った椿ですと全部あの花を開いて、それ分解して、でそれをまた作るというような形で、で最近は椿店に行ったらあの椿の花がね、あの水色の椿が出てたので、その椿を見に行ったお家の方が今作品展に水色の椿が出ているからっていうので、そこへわざわざ見に行ったっていうことと、それから水色の椿はあの屏風絵に、あの江戸城の奥で黄色とか黒とか水色とかいうような椿が昔作られてというのが、あの屏風絵の何に、説明に出てたわけです。だからそういうところからいろいろあの椿の種類を作ろうと考えて椿袋を作りかけたわけです。この素晴らしさがやはりあの、先生のやはりお得意なところだと思うんですけれども、あの今回ご参加いただいていかがだったでしょうか。
皆さんに見ていただくということが大変ありがたいことだと思います。だけど、全部100近くも並べるわけにいきませんですので、皆さんに興味持っていただいたらいいと思いますが、椿の種類があまりにも多くございまして、2000とか6000とか人が言いますもんですから、とてもできないだろうと思っております。だけど、百珍という名前には少しこだわって作ってるわけです。何か私たちに伝える何かお言葉みたいなのがあれば最後に教えていただきたいんですが。別にそんなものはありませんですけども、やっぱりちりめん細工にはいろいろなものを入れたりするっていうので、袋に全部なってるっていうことが大変素晴らしいと思うんです。だけど布の端でも大事にして後世に伝えていけたらありがたいと思いますけれども、この頃は強い布が出てきたりなんかしますから、それぞれ人の思いによって違うだろうと思いますけれども、ちょっとした布でも何か作るっていう、大切にするっていうことは伝えてはいきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。